あれはもう20年くらい昔のことですかね。私が小学生だった頃に田舎のばあちゃん家に遊びに行った時のお話です。ばあちゃん家は昔蚕を飼っていたので古いんですが、とても大きな家だったんですよね。じいちゃんは私が生まれる前に亡くなっているんで、今では私のお袋の弟さん家族とばあちゃんが暮らしているんですよ。ばあちゃん家は昔の家具とかがたくさんあって、私ら孫たちはその大きな家を探検するのがとても好きだったんです。近くにはやぶさめで有名な神社があり、そこは昔から天狗が現れるという伝説があったんです。お袋は子供の頃そこで不思議なものを何回も見たらしいんですよね。ちょうどお盆の時期だったと思うんです。真夏で暑かったのをよく覚えてます。いつものように各家族の孫たちが揃うと、ドタバタドタバタと家中を走り回り探検が始まる。私が一番年上で、お袋の妹の子供が1歳下、その次はさらにその下の妹の子供たち2人で3、4歳下でしたね。お昼ご飯をみんなで食べた後、2時間くらいドタバタと屋内外で遊んだんです。一番下の孫2人は昼寝を始めたんで、私は1歳下のいとこを連れて2階の物置、元蚕部屋へ行ったんです。いつものように梁の上に登ったり、昔の家具の上に登ったりして遊んでたんですよね。窓からは午後の日差しが差し込み、ぼんやりと2階の中を照らしていたんです。子供だった私は家具の上から大きな段ボール箱が2個積んである上に飛び降りてみようと思い、思い切ってジャンプしたんです。ドスンと箱の上に着地したんですが、すごい埃でゲホゲホ言いながら箱から降りたんですよね。飛び降りた勢いで2個の箱は崩れ、中身が見えていた。あれ、何なんだろうなぁなんて思いながら中をふーっと覗いてみると、そこには天狗のお面やうちわ、お祭りの衣装のようなものが入っていたんですよね。そういえば神社のお祭りの時におじさんがよくこの衣装を着て舞台の上で踊っていたことを思い出したんです。箱の中には他にもいろいろと昔のものが入っていて興味津々だったと、いとこが何か言ったんですよね。お兄ちゃん、ここに戸があるよ。え？戸？おかしいな。ばあちゃん家は何度も探検していたんですが、こんなところに扉なんてあったっけかな。確認したが確かにあったんですよね。おそらく飛び降りた拍子に段ボール箱がずれて隠れていた戸に気づいたんですよね。好奇心の塊だった私は邪魔な箱をどかして、その戸を恐る恐る開けてみたんですよね。そこは天井裏のような空間だったんです。何もなかった。いや、よーく見ると一番奥の壁に何かが貼ってある。何なんだろうなーなんて、貼ってあるものが何なのかすごく気になった私は、とりあえず中に入って見てこようと思ったんですよね。いとこもついてきた。しかし床がおかしいんですよね。他の部屋のように頑丈な感じではなく、薄い板のような感じだったんです。仕方ないので縦横に何本も張り巡らされた梁の上を進んでいった。その空間は高さもあまりなく、小学生の私でさえ立って歩くのが困難なくらい天井が低かった。壁には窓はなかったんですが、外からの光が透けて入ってきており、明るさは問題なかったんです。ようやく一番奥へたどり着き、貼ってあるものを確認した。それは1枚のお札だったんですよね。ただしなぜか上下逆さまに貼ってあったんですよ。そしてさらに不思議なことに、貼ってあったのではなく櫛で刺して固定してあったんですよね。今思えばなんであんなことをしてしまったんだろうと後悔していますよ。まだ子供だったんで何も考えてなかったんだろうななんて思いますけどもね。私はその櫛を抜いてお札を手に取り、いろいろと観察してみたんです。かなり年季の入ったものであることが分かった。漢字で何か書いてあるんですが読めない。そして櫛はよーく見ると弓矢の矢のようだったんですよね。とその時だったんです。ドスですドドス、何かの大きな音が聞こえてびっくりしたんですよね。いとこも驚いたようだったんです。その音は大人が歩いているような音だった。確か誰か2階に上がってきたのかななんてそう思ったんですが、何かがおかしい。よく聞くとその音は私が乗っている床の上を歩いてる感じだったんですよね。床の下の部屋から何かでつついているのかと思ったんですが、そんなもんじゃなかったんです。明らかに歩いてる音だったんですよね。しかも天井を逆さまで。天井を歩くってなんだそりゃなんて思いましたけどもね。漫画やアニメではそういうシーンは見たことあるんですが、でも聞こえてくる音はそんな現実逃避を 100% 吹き飛ばすリアルなものだったんですよね。いとこは怖くて泣いている。
とりあえず逃げないとやばいことだけは理解できた気がしたんですよね。私は剥がしてしまったお札と矢をポケットにそーっとしまい、いとこの手を引いて張り伝いに入り口まで戻り始めたんです。できるだけ音を立てずに進んだんですよね。例の足跡はどうやら床をあちこちを歩き回っているようなんです。まるで何かを探しているような感じで、とその時ポケットの中から矢が床に落ちてしまったんですよね。カッタン、しまったと思うのとほぼ同時にドスドスドスと足音が近づいてきたんですよね。確実に私らの真下にいるんですよ。という息遣い、いや爪のようなもので床を引っかく音まで聞こえてきたんです。恐怖の限界だったんです。いとこは怖さのあまり目を見開いて膠着している。床のある一点に何かが見えた。穴だ。それは床に開いた直径3センチ程度の穴だったんですが、どうやら真下にいるやつはそこから必死に覗こうとしているらしいんですよ。入り口まではあと10メーターほどもある。このままでは逃げられないかもしれない。そう思った私は床に落ちてしまった。矢を拾うとゆっくりとその穴に近づいた。今にも心臓が破裂しそうだった。そして恐る恐るその穴を覗いてみた。目があった。恐怖で声にならない声を上げ、気がつくと私はその穴に矢を刺していたんですよね。ズスン、ニャー、ダダバタ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 。真下にいた何かが本当に床に落ちた音がしたんですよ。今しかない。私はいとこの手を引き、入り口まで一目散に突っ走った。そして外に出るとすぐに戸を閉めて段ボール箱で戸を隠した。怖さで二人ともしばらく無言で固まっていたんですよね。窓から差し込む光は夕暮れ色になっていたんです。ほどなくして親から夕飯だから降りてこいとの声が聞こえて我に返ったんです。階段を降りながらポケットに手をやると、あれ、おかしなことにお札がなくなっているんですよね。泣いてるいとこを見ておふくろが、また泣かしたの、仲良く遊びなさいよ、そう言ったんですよね。みんなで食べた夕飯の味はよくわからなかったんです。一体あれは何だったんだろう。あれだけドタバタドタバタと音がしてたのに誰も気づかなかったのかな。いとこのうちは夕飯後に帰った。うちは遠いので何泊かしていく予定だったんですよね。私はその晩は怖くて眠れなかった。翌朝ばあちゃんに聞いてみたんですよね。するとばあちゃんはそんな部屋は知らないって言うんですよ。おじさんも知らないと。そんなバカなと例の2階の段ボール箱のとこへ連れて行ったんです。しかし箱をどけても戸はないんですよね。私は頭がはてなな状態でしばらく昨日のことを力説したんですが、やがて無駄なことだと理解して諦めたんです。ただばあちゃんがこんなことを言っていたんですよね。この辺昔は天狗様に連れ去られる人がおったったで、特に子供がな、んだで神社でお祭りするようになったじゃの。お前もお参りしてくるといいで。私はおふくろと神社へ行ってお参りをした。おふくろは私の言ったことを信じたようで、お札はありがたいものだからむやみにいじってはいけない、そう教えてくれたんですよ。おふくろも小さい頃天狗に遭遇したが、なぜか連れ去られなかったと教えてくれた。時が経ち、そのいとことは数年前に他のいとこの結婚式で会ったんですが、あの出来事についてはすっかり忘れているようでしたね。今でもあの空間や床下にいたのは一体何だったのか、よくわからないんですよね。不思議な話ってあるもんですね。